激早ナンバーワン決定戦。さあスタートだ。中谷の GTR が猛ダッシュで前に出る。割って入られたガンさん思わず中谷の1コーナーにトップで入ったのはアウトから進入の OEZ。 GTR はここで一気に2位へ出る。すげえ速さだな GTR。後ろから来てる。抜かれる。抜かれた。2周目に入り OEZ が中谷 GTR、 しかもガンさんのスープラが迫ってきている。 VR4 はというと少し離れて単独走行。ガンさん、OEZが撒いた土に何やら文句を言っております。じゃない、一瞬は悪いか。一気になくぼやきの多いガンさん、果たして GTR に追いつけるのか。3周目の1コーナー、安定した走りの中谷 GTR に対し、多い土屋に挟まれてガンさんまでドリキン走りになっております。田辺ギャランの悲しき一人旅。しかしギャランも年内には220馬力にパワーアップされる。そのモデルに期待したい。コーナー、黒沢スープラが OEZ に急接近。足が良くなったセブンで土屋も後に続く。ブレーキはフェードしかない。ブレーキは完全にフェードしてる。さあ最終ラップ、中谷 GTR 全くの独走で他車を引き離す。そしてチェッカー、 GTR の圧勝だ。